か、あなたと相性がいいですが、親睦を深めたり何かされたんですか？いや、してないな、そういや。なんか、こっちで飯食うっていう話最初してたんですけど、新まま4社やりましたね。おぉ、それでも、こんな評判いいと。ね、でも、いつもなんか、ボケてるつもりじゃないんですけど、うん、この間、なんか、埼玉スタジアムですかって言った時に、はい、普通に、いえって言われたっていうね。あれ、ボケたんですか？いや、ボケたっていうか、埼玉スタジアムじゃないことぐらいは分かってて言ってるわけじゃないですか。分かります？じゃないと俺病気になるでしょ。確かにそうですね。そうそうそう。だからまあ、どっちかって言ったら多分やっぱ自然にボケてるんですよね。別に笑い、何ですか？笑いを取りたいわけじゃないんですよ。ただ言ってるんですよね。なんか返しを期待してるわけですよ。だからちょっと寺川さんに次言わなきゃダメですよ、ね。いや、そういうの多いんですよ、寺川さん。まあ、あと技術的なこととかでもなんか言った瞬間に、はい、それは、みたいなこと言われるわけですよ。まあ、でも試合も流れていっちゃいますからね。うん、そうそうそう。でも最強、最高な実況だったと思います。すごいやりやすかった。今後もね、まあ、なんですけど。うん、